はいどうも皆さんこんにちは、ワイテルズのキリアンです。シャクンです。キントキです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、今回はちょっとコンパスでねいろいろ修正が入ったんで、まあ、それの何2月22日にいろいろヒーローとか、まあ、カードとかのバランス調整が行われたから、ガラッと環境が変わっちゃうよね。変わったから、今まで強いって言われてたキャラクターも弱くなってるから、まあ、それを詳しく、どんな感じに変わったのか見ていきましょうと。今回は。いきましょうか。で、このアップデート、ね、まあまあ。不具合とか、まあまあね。不具合はまあ。いいよね。そして、まあ、この前、あげたけど、その、ノホさんがやるときに、カニ歩きするバグもなくなった。カニ歩き。まあ、ね。じゃそれで、じゃヒーローのバランス調整。もう最初から見ていくよ。10問で当たりの調整。はい。なんか、ね、パッと見てた感じね、大体全部、多分、下方修正すると怒るから、一応、情報修正の程度で、多分、強くしたり、大きくしたりしてるんだよ。だんだん、全部、相対的に、全体的に強くなってるから、相対的にどうなってるのかっていうのが分かんないから。下方すると、なるほどね、そう、怒るじゃん、みんな。基準が上がったわけだ。そうそう、基準が上がった。だから、みんな、できるだけ、そう、ユーザーの怒りよね。なんか相当してる。超強化されたやつと、ちょっと強化されたやつがいる。そうそう、そんな感じ。そう。じゃあ見ていこう。はい、10問に当たりの調整。ヒーロースキルの攻撃力を情報修正。これあれ、モンスターサーカスだっけ？これ強いよね。もともと強い。そう。これ強いよね。全然強いのにさ、まだ上がるのって感じで。まあ、これが基準ってことだろう、多分。これ、ヒーロースキルゲージ同化量を情報修正。スキル量が 10% でしょ。アビリティってダッシュじゃなかったっけ？アビリティダッシュじゃない、ダッシュじゃない。あ、違う、それ違うか。速攻リスタートだよ、こいつ。あー。はい、次。ジャスティス！ジャスティス！当たりは多分あんまり強さ変わってない。これは。うん、まあ。まあ、パッと見じゃわかんないよね。次、ジャスティスね。ジャスティスもともと一番、使用率が最下位で、使用率もそこそこ下の方だったんだよね。コンパス内では使用率が下がりすぎて地面を突き抜けそうです。書いてある。これね。説明が面白いんだよね。ストーリーがあってさ。存在感はね。まあ、なんか防御力とか体力とかすごい上がってるよね。結構上がって、よりタンク寄りっていうかさ。ヒロスキルゲージ動かるよ。俺全然ジャスティス使わないから分かんないんだよね。見ないし、しかも。でも結構遅かったよね。遅いね。ジャスティスは。まあでもまあ、そう、ジャンズとかぐらいじゃね。そっか。そんな、溜まりやすくもなく、でもあんま強くなったら、強くなったかもな。強くなったら溜まると思うけど。強くなったのって感じ、これ。でも。なった。なった？なったよ。これ結構なったと思うよ、俺。防御と体力がでかいと思う。まあ、上がったし。それはでかいか。しかも、デアーのやつも 70% から 75% になってるし。なんでデアー？丸いやつでしょ。あれデアーって言うんだよ。あれデアーって言うんだ。それもでかいじゃん。70% から75%。結構でかいよ。でかいよ。多分ね、俺まだやってないんだけどさ。ちょっと強くなった方が。使ってないけど。そう。はい。じゃあ次、魔法少女 D か。こいつだよ。今回のこれだよね。目玉。これがもう相当強いね。まあ他のガンナーが弱くなったっていうのあるけど、D かはそ、うんうん、ガンナー中では、もともとこいつの勝率最下位。ガンナーで最下位。全体的に見ても。イリカとマトイがすごい低かったんでね、勝率。ガンナーにしては低いね。勝率が低迷し続ける悲劇のヒロイン。リリカ、高いね。自腹で新しい魔法のステッキを買い替えたりと、涙ぐましい努力を続けています。今回ね、その努力が叶ったのかな。覚醒したろ、もう。覚醒だよ、ほん前の GG ぐらい強くなってる。そうだよね。攻撃上がり、防御上がって、これが一番でかい。アビリティの攻撃力。ね、上昇率を情報修正。これが、つまり、自分のポータル内にいると、味方全員。味方全員なんだよね。味方全員なの？それは強い。そう、味方全員。しかもリリカが複数いたら、重ねがけされるんでしょ？だから、リリカが2人いたら、1.96 倍の攻撃力、その中に。で、3人いたら 2.73 倍かな？確か。だから、もうほぼ3倍の攻撃力でバンバン打って。しかもそれでヒーロースキル使ったら6倍じゃん、もう。そうだよな。それに秘めたら使ったら8倍、9倍いっちゃうよ。もう一発でワンパン。もうガンナーは全部ワンパン。ジャンヌ2パンだよ。ジャンヌ2パンって。3パン、2、3パン。攻撃力3000いくからね、これ。
ヒーロースキル、もうヒーロースキルも結構リリカ強い方で、それが2秒伸びたから、相当な強い。うんまあ、リリカね、ヒーロースキル使ってる間が、発動してから、発動、自分が動けるまで 2秒くらいかかるから、リリカ自身はだいたい10秒から12秒。10秒から12秒だいたい。まあ、結構強くなってる。2秒は外で。この前ね、もうそろそろ終わるかなと思って、ヒーロースキル終わるかなと思ったけど、それが終わってなくて、倒したこともあったし、結構、感じるぐらいは感じる。結構感じる。結構強いことは。リリカ増えたよな。ガンナは相当リリカが増えると。うん、まあ、1回じゃない、3回もうリリカ3人いたからね。リリカ ×3 のチームが。リリカ、もう大会3回対戦してるから。上がるじゃん。超強い。今多分それが超強い。超強い。普通にチーム組んで、リリカ、リリカでも強い。強い。はい、もう次、ノホタンいきます。範囲が広いって。はい。ノホ様。ノホ様も結構強くなってね。俺も強くなってると思う。うん。ノホ様どんぐらいだったもともと。そんなでもない。普通ぐらい。てか、ヒーローアクションが全然使えなかった。帰るの問題かもしれないけど。帰るのが、帰るまでに攻撃されるとキャンセルされちゃうから。あ、つまり 1.5 秒じゃなくて 1.2 秒。だから 1.5 秒長押ししてる間に攻撃されるとできないので。なるほどね。それが縮まったってことね。そう、だから、ちょっと、なんか、いけるようになったっていうか。てか、これってさ、ちょっといけるこのヒーローアクションで帰っても爆発するんだよね、多分。そう、ね、強いね。チェーンソーの爆発範囲が、あ、次ね、その3分の4倍でしょ。これ ね、 あの、ちょっと使ったけど、割とわかる。なんか、前だと普通に避けられてるところでも当たったりとか。死ぬよね。当たるよね。結構わかんない。範囲が結構微妙だからさ、あれ。なんか、エフェクトがさ、わかんないんだよ。結構。ああ。実際の詳しい範囲も引っかかってたのに、もう絶対引っかかるよ、これ。33% のアップは結構でかい。うん、スキルゲージ増加量はあんまり結構ね、わかんないよ。ほとんどの、もともと少なかった。ほとんどのキャラクター、ヒーローが、ヒーロースキルゲージ増加量な増えてるから、7%普通なんだよね。だって、オーカも、オーカも、次も。情報って感じじゃないかな。うん、そうだ、うん。次、オーカ。さあ、オーカ。行きましょう。どうなのこれ、わかる？オーカはね、使ってない、この後。ああ。オーカでももともとそんな、あの、もともと勝率低かったか。下から3番目の場面だったな。あんま高いことは、うん、使ってないんだよね、でも。わかんないから。強くなってないと思う、あんまり。そうだね。敵にいても、なんか、うーんって感じだよね。うん、正直。そう。うん。結構今回下がっちゃうじゃない、結構。ちょっと硬くなったけど、体感、ちょっと硬くなっただけで、周りも強くなっちゃってるから、そんなに、勝率あんない気がする。合ってないよね。うん、オーカはあんまり触んなくていい気がする、俺は。持ってるけどね、ヒーロースキルが2回ぐらい溜まるかなみたいな。そうだね、その2回、あ、16% 減少か。結構でかいね。結構でかいね。まあ、それがさっきのノホ 7% だよ。確かに。オーカは結構。確かになんかオーカ、このアップデ後のオーカはすごいヒーロースキル使えるイメージ。早いよね。今までは1回使って2回目使えるか使えないかって感じだったけど、今回は多分安定して2回使えるようになるかもしれない。でもオーカのヒーロースキル。最初にさ、A 取られたら A 最大まで拡張した段階でも使えるぐらいじゃない？使えそうだよね、多分、ね。B でもちょっと今使えるよ。うん、拡大してから。まあでも、ね、結構早いよね、オーカはヒーロースキル、ステージによるから強さが。ステージによるね、完全に。弱いステージはすごい使えるんだけど。直線のステージ、ね。直線ステージはすごい使えるんだよ。だから、まあ、うん、オーカはまあ、ステージによるかなって感じ。3キル狙えるから。ステージ運もある。あ、やばい。そう。だって逃げても、気づいてから逃げたらもう遅いもん。直線遅いね、もうね。あ、やばい、死んだ。そう、なるから。それが強いから。まあ、地上、ただの地上のあの広い、東西高さの広場だっけ。あー。それが一番ああいうとこだと。光と闇のライブステージとか、もう弱い。うん。じゃあ次行こう。はい、ジャンヌ。ああ。これは、加工だな。加工。ジャンヌもともと、3位だっけ ?3 位か4位 ?3 位だっけ ?3 位か。そう、ずっと3位できて、今まだ3位だよ。3位で。まあ、1位と2位がソル・ディズニーだから、無課金で手に入るキャラではずっと1位。そうだね。まあ、ここで加工。仲間が使ってるけど、まあでも、なんかわかんないね、あんまりね。正直。速度情報修正はまあ結構、もともと遅いから、どうなんだろう。3% はまあ、ちょっと強くない。3% がって誰ぐらいなんだろう。3% はまあ強い、ちょっと強くなったかなって感じだね。うん、まあそんな速くなってないと思います。まあ防御力下方修正。でも 0.05 倍だからそんな体感ちょっと、体感できないぐらいじゃない、うん、できるかできないか。ミリ残ってたら死ぬぐらいだよ。ヒーロースキル。これ、でもこれ関係ないよ。関係ないよ、これ。
え、でも今まで2回発動されたところがあったよ。いや、でも、あと2回発動できなくなる。これ、できなくなる。1回になったとかっていう、多分それが。でも中身は2回使わない、使わなくね。あと1回も使わねえよ。ね。中身広すぎて使わないもんな。いないからって。まあでも2回使う人は1回しか使えなくなると思う、これは。うん、多分頑張んないと2回使えなくなる。まあ2回使わなきゃいけないキャラでもないしな、別に。一回でも十分、最後に一回使えば十分だし、そもそも二回発動して、一回目に発動したところで、敵殺しても結局敵のレベル上がっちゃうから、あんまり、中盤で使う必要はないっていうこと、っていうね。確かに。まあ、あんま、ただ弱くなった意味じゃないよね、ジャンルはね。あんま弱くなってないと思う。まあ、周りが強くなったから、全体的に、相対的に下がってる。そうそう。ああ、そうだね。相対的には下がってる。確かに確かに。他のやつが結構強くなったから。マルコス。マルコスは、うん、まあでも、どうなの当たりやすくなったと思うよ。適当にやっても当たるようになった。割と。なった ?50% ってすごいな。まあ、マルコスは金時が一番使ってるから。金時に。それたかなってやつが当たったかもしれない。当たって。いや、なんか、幅がもう、エフェクトっていうか、その、ラインが広くなってるの、そもそも。いや、それは、あ、どうなんだろうな。50% って2分の3。それは見たことなかった。1.5 倍か。まあ、うん、広くなってるよな、相当。俺は投げたあんまりマルコスのヒーローアクション使ってるのを見たことがない気がする。でもこれをうまく使えると相当強いから。だってこれ、でもなんか、高い上にいるガンダとかに当てると上にワープできるから。ああ、そう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 。ああ。それも強い。だから調子乗ってぶち込ましてるやつをちょっと倒せる。そう。あ、でもね、あのね、敵が動いてるところに枝当てると、自分は移動できるんだけど、相手にダメージが入らないの。へぇ、まあ移動はできるけど、っていう話。へぇ、まあじゃあ、マルコスは、元々強い方だったな。うん、てか、リリカが増えるから。そう、あ、リリカが相当強くなったから。確かに、リリカがいる時のマルコス強いからな。そうそうそう。つまりそういうことだよな。だからマルコスはまあ、マルコス自身は強くなってないけど、リリカが増えるから強くなるわ。そうそう。恩恵をね。まあ、マルコスはそんな現状維持って感じだと思う。はい。ルッチさん。まあ、多分これジャンヌと同じぐらい勝率高くて、4位かな。4位ぐらい。うん。まあ、無課金の中では、ね。強いよな。ルシャンの長女、すごい強い。通常攻撃の火力がすごい強くて。で、まあ、上から見ていくと、ヒーローアクションが強化されてるね。ヒーローアクション、使えるかな。バックステップ打ち。使ってる人、あ、バックレ、バックステップか、これ。バックステップ。あー。どうなんだろう、バックステップ。ハッパーか。ハッパー結構強くなってるけど。ハッパーって結構でかい気がする。でかいけど、でも攻撃範囲の加工がでかいよね、攻撃範囲されてるね。そうだね、うん、どれどれした行きました、うん、あ、ほんとだ。ヒーローアクションの攻撃範囲も、まあそっか、両方攻撃範囲が狭くなってる、まあ、一番ルチアーノは、まあ、それが強くなった代わりに一番弱くなったのがこの攻撃範囲の加工修正でしょ。 12m から10m、ね、もっと ただでさえ結構近づかなきゃいけないのがさらに近づかなきゃいけないっていう。リリカ 16だから相当リリカが殴りやすい。リリカどんぐらいだっけ ?16m。だいぶ差ある、ね。すごい強いよ。あ、リリカ強い。もう、この範囲が相当大事だからさ。それでも攻撃力は高いから、ね。ルシアンのから逃げやすくなったのかも、結構これ。あー、2m は。あー、なるほどね。打ちながら逃げる。あれだよ、あの、下のタイル、ステージに下に引いてあるタイル1枚分だよ、確か。縦 1m2 枚だから、2m だから。うん、お結構狭く検証したんだ。検証っていうか、まあ、だいたいそんなもの。なるほど。で、ヒーローアクション。だいぶ良くなったね。だからヒーローアクション使えたことね。それでもヒーロースキルは強いよね。ヒーローアクション使えたこと、こいつは。今まで通常攻撃で何とかなってたから、ヒーローアクション使って、バックステップ打ち終わって使おうってことだよ、多分、ね。今まで通常攻撃が強すぎて、バックステップ使いしてなかったじゃん。うん、別に。いや、だって、バックステップに引き打ちするのにやっちゃえばいいんだもん。敵を。打って終わり、早い、してたら、みたいな。次、みたいな。めっちゃ遠くからね。そうそう。はい、次。はい、じゃあ、ボイドールね。ボイドール。ね、これ、書いてあるけど、全ヒーロー調整なので、やむを得ず調整を入れていただきました。あ、ほんとやむを得ず感じだな。感じなんだよ。防御上がって体力下がったから、あんまり変わってない気がするんだけど。ほんとに。まあ、もともと勝率高かったから、若干体力下がり気味って感じだ。そうね。まあ、防御貫通がちょっと厳しくなったかなって。厳しくなったけど、まあ、まあ、あんま強くなってないから、全体的に強くなってるから、相対的に下がったことだな。そういうことになっちゃうね。じゃあ次、マトイは、マトイこれ、
強い。すごいよな。すごい強い。見るからに上がりまくってんじゃなくて、攻撃力 1.25 から 1.4、ね。1.4 はもう、相当強い、これは。すげえ上がる。体感できる。もう、一回、できるよね。何回か入ったけど、まとい、毎回いるもん。今までいなかったのに。そうそうそう。強い。遠くからさ、近づいてさ、一回当たったとき、当たっちゃったとき、たまたま属性が、フリ属性だとすごい、ね、グワッてなるよね。どっか。違う、非属性の、アビリティで非属性の攻撃力増加だから、本当に、非属性だと、本当に食らう。もう近づけないもん。そう。タレットって何？あの、ヒロスキル。タレットあれ、ヒロスキル、ヒロスキル。あれも 12% も上がったんだ。あれも 12% あれ、相当強かったのに。強いよね。まとい強いな。ヒールアクションのターゲット移動速度上昇修正。上昇修正これわかんないな。あれヒールアクションってなんかポーンって上に打ち上げるやつ。スネークの、あの、あれみたいな。スマブラの、あれみたいな。バーンみたいなやつね。あれでも使ったことないからわかんないけど、あれも当てやすくなったのかな。当てやすくなったのかな。俺もまとい使ったことないな。知らないよね。知らない。まあ、強くなったんでしょう、結構。普通に全然強い。強い防御力。防御力はガンナーにとってあんまり関係ないから。死ぬときは死ぬからもう。近づかれたら死ぬんだから。近づかれたらもう。そう。だでもやる前に、やられる前にやればいい、ね。でもマジで近づけない。近づけなくなっちゃったからさ。1.4 倍はすごい強い。で、まといがなんか古くなんか持ってた日には。もう強い。近づいても負ける。近づいても負ける。近づいても負ける。ける。じゃあ次下行こう。ソル。ああ、こっからちょっと。ソル、もうこっからソルディジーとすごい加工されてるっていう。悲しい。もともとダントツ1位、2位のコラボキャラだったからね。超強かったもんね。強かった。もう、これやって以来、相当減ったね。うん、ソルとディーは。いなかったね。上から見ていくか、ソル。ヒーロースキルゲージ増加量情報修正。はいはい、これは、4% 減少、まあ。これはあんま関係ないだろ。ソル使ってる人の慰めみたいな感じでしょ、多分。4% 上げてよ、みたいな。ちょ、な、下げ、下げまくるけど、まぁ、あ、ちょ、上げてやるか。緑の文字つけたかったみたいな感じでしょ。うん、そうそうそう。ヒーローアクションの射程距離を情報修正。ヒーローアクションって防御下がって、あ、あれか、体力下がって突撃ですか。7% ってあんま関係ないな、これ。わかんないな、うん。射程距離 7% はあんま関係ない、このヒーローアクションは。そもそもそれ使わないからな、ヒーローアクション全然。オーカーみたいに使い勝手良くないから。あ、そうなの、うん、オーカーよりも距離短いし。ああ。あんま。確かになんかあんま飛んでこないイメージあるわ。溜めても避けれるから。結構。あんまり。使わないな、これは。で、防御力、すごい下がって。防御体力下がって。防御体力下がりまくって。どっちも落ちてんな。0.1 も落ちてんね。これは、柔らかくなった。柔らかくなった。移動速度が落ちてる。攻撃力は変わってないから。まあ、やられる、やられちゃうときは、うん。普通にやられるときはやられる。で確か、うん、相手倒すと攻撃力上がるんだよね。上がってくんだね。まあ、攻撃力は変わってないから、脆くなったからその分死にやすくなった。もう、一撃で仕留めるのが一番いいね。まあ、移動速度、下方、もともと結構遅かったから。いや、そんなんだよ、こいつ。さらに遅い。え、そう？結構、遅くなかった。遅いイメージだけど。遅いイメージだけど、意外に普通じゃなかったっけ、あれ、別に反応ぐらいじゃなかったっけ。あ、そうなんだ。あんな重そうなのに。わかんない。そんぐらいになったのかな。まあ、多分そんぐらい遅くなった。使ってないからわかんないけど。課金だから使えないからね、こいつ。そう、わかんないんだよね。そう、無課金だって。じゃあ次、DZ。DZ もすごい弱くなってる。ディズイが一番弱くなったんじゃないかっていうね。そうだね。これが一番弱くなった気がする。うん、防御力、体力、情報修正。まあ、これは。もともとは弱いすぎたから。0.5 しか増えてないから、これも慰め。慰め。攻撃速度、下方修正。これも相当でかい。そうだね。攻撃力下げてるのと一緒だからさ。つまり 0.83 倍でしょ？うん。攻撃速度 0.83 ってことは。そうだね。5回が4回ぐらいになったのかな。どんぐらい6回か5回ぐらい。ね、ああ。6回当てられたものが5回になったか。1回減ったんだよ。結構弱くなってる、これは。で、攻撃範囲も。もうこれ、もともとリリカ16メートルでしたから。もともとが広すぎたじゃん。そう。で、火力もすごいあって。で、リリカから。ルチアーノの火力にリリカの範囲みたいな。はい、そうそう。そうそう。頭おかしいよね。それ聞くと頭おかしい、本当に。まあ、それがコラボキャラだったよ。うん。まあ、それが今となっちゃう、もう、攻撃速度落ちて、範囲落ちて。ねえ、でもせっかく課金してさ、課金してる人にはすごい、すごい申し訳ないよな、なんか。悲しそう。それでも強いのは強いじゃん。まあ、強い、これで、もともとダントツだったから、これで普通か、ちょっと強いぐらいに、まあ、ランキング上位にはなんじゃねえの。
や、ジョイにはなんないだろう。リリカだろ。まあ、そうそう。だから、結果、まとめると、リリカとまとめる。リリカまとめがすごい強くなって、まあ、そう、まあ、コラボキャラがもう使えなくなったな。みたいな今まで通りには。コラボめっちゃ下がって。はい。まあ、その下、カードエナジー2倍キャンペーン。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。だって次ガチャ動画になると思うから、次その、2倍だからね。2月27日にビットマネー2525配布されるから、その時にみんなでガチャ60連3人でやるんで。じゃあお楽しみに。よろしくお願いします。はい。以上、ワイテルズでした。よっ。よっ。